みんなとカラオケなんすか、スタートの前にいい、なんですか、なんか変な緊張感が漂ってる。なぜですか。いや、これはもうね、おいさんミュージシャンね、そうなんですよ、ボーカリスト、あたりさんもそうですけど、リスクしかないですよね。リスクでしょ。そう、生で、この環境でギャランティーを出せよ。俺遊ぼうってさ、仲いい、そうみんな仲いい、ワイワイね、そう、遊びのお誘いだもん。じゃ配信者だけやってる。でもゲロちゃんはもうマストで、もういや違う、もう繁盛とかやってくれ。黒人さんとかでやってお願い。今日はもうこのね、楽しくね、みんなで、そう、僕の大好きな方たちとカラオケをすると。ありがとうございます。お願いします。お願いします。まあ、みんなもう知ってると思うけど、俺からじゃあ紹介していきます。はいはい、じゃあそちらから、はい、もうアタギくん、オーサムシティクラブのアタギくん、もうね、紅白にも出てて、うん、うん、そうですね、ちょっとこんなところで ね歌ってもらうのは本当のリスクでしかないね。マジ楽しみ。むちゃくちゃ緊張さす。まあでも年末だから恥は隠してみたいな。そう、あ、まあ、そう、本当に、そう、もう本当に、何もう恥って言ってる。この配信を違う、人様の曲を違う節回しで歌っちゃったような、確かに、確かに、そういうね、そういうのあるのか、そういうのが良くないかな。いいじゃん、楽なね、そう、もな、肩の力抜いてこうみんな楽しむっていう回です。そうそうそう、なんでもう気楽にね、よろしくお願いします。じゃあお隣のババです。おや、今日ババとしてきた。ババとして、今日はもう、多分皆さんね、エンタメ枠として思いはしませんけども、うん、僕もちゃんと今日歌いに来てるんで、おお、瀬取りとかも考えては来たので、一週間風呂場の中で練習してる。どうやっていけるかとか、ね。でも風呂場なんですね。でも風呂場でもうガッツリ練習はしてきたので、今日はもうみんなを感動させるそんな歌唱をしていきたいなと思ってます。そう。よっ、ガッコさん、今日もこうサングラスしてないよ。確かに、もうプライベートだ。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。じゃあよろしくお願いします。じゃあお隣のゲロちゃん。ゲロです。本当に一番僕の立ち位置が損だと思って。ダソクさんとゲロちゃんの後輩で、ダソクはちょっとやめました。なんて、ダソクさん一番おもろいの。おもろいけど、ダソクさんはさ、今はレモンとかね、ゲームやってるから、どんなどんなフォローゲームしてるから。ゲロちゃんがいないと寂しい。いやいやいや、でも言っていいですか、俺ニコ動からね、やってますけど、ゲロさんの歌ってんだ、多分一番聴いてますから。そうだよね、生歌を隣で聴けるなんて、こんな幸せもない。いやいや、もう、嫌や、嫌です。いや、そのノリ嫌です。いやいやいや、もう俺はもう、俺は嬉しいから、嬉しいから、ありがとう、感動しかない。ちょっとみんな楽しみましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。そしてモロハのゆけくん。はい、ゆけくん、お願いします。お願いします。なんかこうミュージシャン歌う専門の人がいる中で、僕も一応ミュージシャンっていう枠なんですけど、がっつりミュージシャンですよ。クロス、クロス。ギタリスト。そうなんですよね。人前で歌って披露することが多分ない。ああ、あんまりそういうイメージとしかない。ないです。もうなんかふざけて歌うぐらいしかないんで。今日だからあのソロデビュー。ここで解禁する。今日。でもワンチャンモロハってはこんな感じなの。確かに。もう今後ギタリストあれ歌ってる。イメージが高い可能性がある。気をつけてください。気をつけてください。選曲も大事だ、はい、まあ、よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてお隣、今日はね、小松としてここに来ましたので、先輩ちょっと馬場さんに対して僕も頑張って歌っていこうかなと。本当に皆さんがね、本当プロフェッショナルの方もいて、普段お世話になってる先輩もいるので、なかなかね、どういう感じで歌うのかわかんないですけど。だって寒くて口が、みんな早すぎて、もうならならならって、ならならならって言ったの。頑張らせていただきます。お願いします。お願いします。そして、大石正義さん。よろしくお願いします。大石さん、僕ちょっともう2つ
緊張するポイントがあって、あ、なんですか、今日めっちゃ緊張してるんですけど、1個はまあそのプロミュージシャンとして来てるから、ね、ちょっと下手でけへんなっていうのも1個あるんですけど、うん、もう1個は、じゅんちゃんの個人配信出るの僕初めてなんですよ。そうだそうだ、そう、あの4年間レギュラーやらせてもらってて、そのピザラジとかニコ生クソ音楽王以外で一緒になるの初めて。あ、そうなんだ。これ実はめっちゃふわふわさっきからずっと口数少ないからめちゃめちゃふわふわ。そうですか、全然なんか分かんなかった、はい、そっか、そういえばな前なんかスロット打ってる時に、うん、あそうですね、遊びぐらいしたけど、でもあんな見切れ程度のやつしかなくて、ちゃんとは始めた。そうだからちょっと今日はね、あの純ちゃんの個人配信を荒らさない程度に歌っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。もう大西さんに関しては昨日東京の、ね、でライブして、まあ、今日、まあ、ここで中野で、ね、中野カラオケして、明日愛媛でライブです、はい、明日6時半起きです感激を受けてくれました。バルさないそういう場合って違う、一番こうねプライオリティな、そうじゃなんかあれなの、あの大西さんのスケジュールを見た時に、うん、マジでやばいと思ったけど、ね、パタッと閉じて知らない会いたいじゃん、だって24日で。そうです、ね、24っていうのすごくない？だってこんなメンツがクリスマスイブの夜しか空いてないってヤバくないですか？確かに、確かに結構 何日も会って、ね、無理無理そう、だから俺思ったらクソみんなモテねえじゃんアーティストが言ってるけどクソモテねえやつらじゃんと思って24空いてんだと思って、みんなバカなふりしてオファーして、うん、今日はねこのメンバーで、うん、ね、ここまでなんかちょっとさなんかきちっとやったけどさ、うん、もうやめよ、やめよ、もういいですか、まあまあね、普通に友達とカラオケ来たみたいな感じで歌いながら、いいっすね、ちょっともうあれでしょ、カメラとか意識しなくていい、あ、しなくて、しなくて、あ、じゃあちょっと横切りいや、まさかもやらせて、あ、そうそう、さすがです、そうそうそう、ここ皆さん、飯もお酒もおにゃく、これなんだ、これおにゃく、お茶、あれでしょ、お茶です、リンゴジュースでしょ、リンゴ、リンゴ、リンゴ、いただきます、あ、これ、これ、あ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 、これで、じゃあ、あ、ごめんなさい、あ、これちょっとさ、みんなで写真撮ってもいい？あ、はい、ぜひぜひぜひ、ちょっとツイッターあげるわ、あ、ぜひぜひぜひ、嬉しい、ちょっと待って、ビューティープラス撮るわちゃんとしたビューティープラス撮るわ一応ね、その辺はちゃんとね、あ、ごめん、久しぶり、マネージャーが来えへん現場、あ、確かに、いきます、あ、入ってるみんな、 OK、 せーの、あざーす、あざーす、ごめんごめんごめん、ごめん、じゅんちゃんが、じゅんちゃんが全部隠れてる、全部見てない、あざーす、ごめん、いきます、はい、チーズ、あざーす、あざーす、これ1曲目ですよ、じゅんちゃん、いや1曲目、誰が何歌うか、あの、提案があります、なんすか、1曲目、うん、あの、誰かが歌って、誰かが歌って、じゃ別に俺でもいいんだけど、うん、っていうと、最後の方残されたアーティストさんたちが逆にハードル上がるじゃん、うん、1曲目、全員で歌いましょう、やっ、あり、いいな、何がいいわ、そしたらさ、なんかほぐれるじゃん、確かに確かに、うん、でその前にマイクっていっぱいあるんですか、マイクって日本4つある、4つある、回しながら、回しながら、はい、で、なんかご飯頼もうよ、いやお腹いった、任せてください、何がいいですか、オーダーボタンでやりますので何でもいいよ、飯食いたいなんかパーティー盛りみたいな、パーティー盛りでいいですよね、パーティー盛り、これね、パサリあるから飯うまいじゃないですか、グランドメニューですかね、曲は俺がじゃあ視聴者のみんなと決めるわ、あ、コメント見て、何頼みますか、いい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 、もうハニードですか、俺なんかやっぱパサリフリーは明日があるさ、君がちょっと渋すぎるな始球式みたいな、そうそう、いいよね、口はみたいな、あくまですね、おすすめで、これ多分人数分けましょう、5種盛りと6人分、いや、そうだけど、4人分、レフォームタイム、しんどい、英語バージョン、あ、ウィーアーとかいいね、あー、いい、ウィーアーやっぱアニソンやろ、アニソン、そうだよ、アニソンいいじゃん、ウィーアー行こうよ、あ、1曲目忘れな、ちょっと渋すぎない、決まりすぎない、ウィーアーいいね、ウィーアーにしよう、第一三章とか載ってました入ってないね1個ずつ注文入れていかなきゃ、あ、1個も入ってないよ、ごめんなさい、全部クリックして1個も入ってないウィーアーでいいか、ちょっとでもあの僕あのコメントでもあるんですけど心配なのは、ちょっと純ちゃんの喉が今、え、全然そんなことないけど
いや、軽く北斗晶。いや、軽く北斗晶さんや。あの、サッカーのゲームやってたら、喉潰れちゃって。あー、死ぬこと言ってた。多分でもね、俺カラオケ来たら治るんだよね。へ、えー。そんなことないっすよ。声帯って開いてくるでしょ。知り合いない。そうそうそう。マジだ。トリフ乗ってます。トリフね。いや、トリフ乗ってる、乗ってないっすよ。あ、マジっすか。何アニソンええなこれ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 でいいやあ、ボスですさあ渋いの言いますねアニソン歌おうなんかもう今日あれだな気合入ってるねいや行きましょうよめっちゃかかってる歌いに行ってるんですよちょっとね、まだ誰も行かん感じですかこれいやいや、ウィーアあ、来てからか、ウィーアウィーア歌おうもうじゃあ入れますセリフ言える誰か最初のなんかトミーみたいなあキョウちゃんとかおったらキョウちゃんもだ完璧に歌えねんなキョウちゃんいけるわそれあれ出ないんですよね、多分ね、カラオケで。そうだね、あのセリフだって。空で覚えてないの無理なんです、最初の。え、いいんだよ、そこ抜きにして。た楽しくね。あ、じゃあ、ウィーアー入れようよ。ウィーアー入れようか、ウィーアー。じゃあ、ウィーアー。北谷さん。了解です。ウィーアー入れる。あ、もうやらなかった。ウィーアーですね。ウィーアー。え、じゃあ俺ウィーアー一番最初の。なんか音符のやつだけやで。音符のやつ、了解です。音符のやつな。あ、やべ。回すねー、やろちゃん。なんかあかん、あかんらしい。音符のやつじゃないとあかんらしい。1小節ずつね、そしたらなんか、なんかこう、あれカタカナじゃないあれ、ウィーか、ね、あ、ウィーやってカタカナそうだねカタカナ英語でウィーやWARE って言うウィーアドワールそう、ウィーアドワールで出てくるでしょあ、微笑みの爆弾ないやいい音楽ねちょっとアニソン行きたいね音楽ありやないやもう同年代で行けるあれやからそうだ、世代一緒だもんだからその、ね、若い子たちとか行ったら分かるからね分かんないやっぱり音楽ありや8小節かめそれ1小節だっためっちゃ短いあ、予約できましたありがとうございますありがとうございますなんか光栄さんじゃあなんか俺終わったら、あの、浅木君からこうやって回してくださいそうですね、僭越ながら僕が一番大事にしてください8小節ずつでいっちゃってくださいいったれありがとうおいなんか、照れるね、みんな8歳くらい8歳いけるわ、夢を抱き集め探し物を探し行くのさワンピース気持ち踏まれたのラシンバウンうまいあうまいあうまいのこと熱に浮かされ火声ガジンを取るのさはいすごい僕も一回もずっと宝の地図は確かめたいのだな伝説じゃなくて個人的な私はダメだろう鍵を水のカーテン誰かに
けるハッピーイングできるいいチャンス知識過剰に知ってた夜をぶっ飛ばせ宝箱に興味はないけどポケットにロマンそれと言わなみまで違うおもろマサさんが We Are しか来ないって言ってたお前が話さないよなんちゃうっていうかちょうど6人で回したらおじさんが We Are しか来ないって確かになんとかずらしたかったんですけど奇跡的な曲でした一番当たってほしい部分もあったんですけどいやマジか、うん、20… マジっすかマジあタオル欲しいそうだよね、みんな的に音量を上げた方がいいよねいやーやっぱ We Are っていい曲だなーいやすごい We Are いい曲だわ We Are いいわあと、モンポーが今日すーごいめっちゃすごいねっちょりしていいわめちゃくちゃ楽しいっすわ、これうんもう、ね、うん、メロディーとか関係ないよ、うん、関係ないっす、もうあんなもん歌詞読むだけでいいもういいんだよこれから先は好きな人そうそうもうなんかもう譲りやるのやめましょうよそうそうそう歌いたい時にこうバンバン入れていく感じでましょう順番の金額で打掃除はあれしようだからなんかもうみんなに気にせずに歌っていいでしょ俺アニソン俺も俺誘白行きたい誘白行きたい俺も誘白入れるアニソン歌いたい俺もごめんマジかマジで俺も歌いたいあ、どうぞ。あ、なんか、あと、お腹減ってましたね。結構、一応、結構、ありがとうございます。甘いやつはちょっと言ったけど、俺。モコさん、ジンジャーエール。あ、ジンジャーエールじゃあ、ちょっと、お願いします。普通にありがとう。多めにこの辺、じゃあ。ラーメンとか食っていかな、普通に。もう行きましょう、もう。何？うん。ジンジャーエール。音符のマークだったら OK なんだよ。いや、そうそう。なるほど。誘惑さんに歌うん。どっち？どっち？いや、でも。あのショコタンバージョンしか音符ついてないあ、そうなんだショコタンバージョン一番上は違うのか分かんない一番上アニソンボーカルバージョンあったりするそうそうでもアニメ特別アニメ特別映像流さなきゃいけないの音が違うんだ音源も違うんだ一番音符っちゃ音符ですけどね一番上のやつこれなんかどういうことなの分かんないでショコタンのいいよそうだねキーとか違うかったあれがちょっと俺行かしてみんなの前に出たかったまだ大高いよこれねこれ結構高い曲でも出るんだよわーこれはこれも好き世代っすよねちょっと出してくださいこれ馬だったりさ変化っぽいあれ違うそうなんだすげーなファンだ街の人混み肩がぶつかって一人ぼっち果てない急げ風がビュンと一人ぼっちどちらあれごめんちょっとお前いつもねいつもあそこ俺盛り上がるところだね丸をつけてちょっぴり大人さめちゃめちゃ苦しい壁だって不意になぜか打ち壊す勇気とパワー湧いてくるのはめ
ミュージシャン、そんな嘘ついてんの今日。正義だったりするんだろうね、ありがとうございます。イエーイ、うまい。そのうち調子出てくるとこれ、ね、これ何アニソン、これさアニソンいく感じですか。じゃあ俺見つけたおい、なんか割り込んでしたな。行こっかな、じゃあ俺。お珍しい、僕さんの。行くわ。お前、その前。俺、それ、行きますよ。勝手に行けよ。誰も止めてない。行くなよって言ってない。行かしてもらうぞ。行くなよって言ってない。ちょっと待って、行かしてもらうぞ。いいんだよ。さあ、あれ。あ、待って。もうこれしかないと思ってたんですよ、もう。あるやん、確かに。あ、すみません。え、これお前が、お前がさ、いい、めちゃくちゃいい曲だよ。動画休んでる時に上げてたやつ。なかなか時代よと思って、絶対こっち亀だと思ったのに、余計もこっちだと思いました。正直。珍しいモコさんこれだろ。好きに変わって、お仕置きは。ごめんね、スラッとじゃなくて夢の中なら言える、東海の場所と住んで今すぐ会いたいよ。泣きたくなるような、いや泣かないできない見つけた無情だよ、どうしよう、あとは負けかも。誰がモデルや、もう一度二人で上に神様の中でハッピーエンド、いいかと未来をあなたに組み立て、あなた時の懐かしい、ビーメロは低いな、ビーメロは高い、ビーメロは範囲がない忘れない、いや、ちょっとだけ早いかけたけどな、これ手に行こう、早いかけたよ、サビサビサビしてる、見つけたら偶然もチャンスに変える生き方が好きよ。いや、ちょっと、ほんまやったら出るんですよ、ちょっと寝起きで選手がダメだな、それだけ見ないで、ちょっともう勘弁してますよ。ああ、結構な劇曲だから不思議な奇跡動画が出てるとか動画が出てるとか動画が出てるとかめくり合う、違うだろ、お前編集しちゃってるからね、ちょっとミックさせてもらってさ動画が出てんだけどさ、同じ国に生まれてのミラクルロマンス信じているの、ミラクルロマンス。わー、最後のコードいい、すごい、もう感想の間ずっと言い訳してた。いや、ちょっと考えたらね、出るのかな、ほんまやからな、ね、ほんまって。あれ待って、誰、マジで、おいマジで、おいさよ、まだマジで、最高や、やばい、これはやばい、これはすごいっすね。アニソン、アニソン、早くやらないと。アニソン、すげえ。ご機嫌な蝶になって、うまい、風に乗って、いたすぎる君に会いに行こう、かっこいい、余計なコーツなんて忘れた方がマシさ、これ以上喋ってる時間はない、何が この空に届くのだろう、だけど明日の予定もわからない、もう現在
って小さな風に乗ってどこまでも君に会いに行くこと。いいな、俺もこんなにうまく歌いたい。うまい言葉って意外に便利だって叫んでる。キスソン聞きながらライブよ、もう何がウォー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 、この街に響くのだろう。だけど Whoa, 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 期待してても仕方ない。受け止めたいな、言うなのはどのやるせない世の中じゃ、その茶と様式はずれも悪くはないかな。静止化はしないイメージを染めた気持ちない翼でも感動しちゃった、マジで。すごいすごい、やっぱめちゃくちゃオイスさんの声と合ってますよね、バタフライ。そう、嬉しい。これも行きましょう。あれ嘘でしょ、僕たちのやばいやばい、萩山さんこれはやばい、ネロちゃん。ちょうど一回。
ない。天津飯とかやってたよ。シャン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 って。えげつない。すごい、めっちゃよかった。いや、めちゃくちゃ久しぶり。俺もう入れちゃ、俺ユニオン入れちゃっていいの。焼き期待はユニオン止まんないよ。この日のために半年間仕上げてきた。仕上げてきて。俺も仕上げてきて。今福田明。そう。仕上げてきて。仕上げてきたら怪我しちゃったの。ちょっとこれのこれですかね。うん、月読みユニオン入れろ今。もういっちゃいましょう。ガンガンいっちゃいましょう。本人映像とアニメ、はい、うまっ。練習うまないこれ。オープンマークでね。オープンマークでも、やばいです。なんか、箸みたいになるな。あ、またドリンク欲しい方いたら。ありがとうございます。コップマットはいいか。食器。はい。食器と。ありがとうございます。あとで。ありがとう。デジェさせてもらいました。おい置いてください。おい、ちょっとすごい。メイン。うわぁ、マジ。いや、もう。スラムダンクですか。スラムダンク。すごいな。誰あ、赤くもちゃうの。僕はもう一人で世代がいい。投げ捨てられた空き缶のようだ。互いの全てを真実までが愛ならば、いっそ言葉に出るのか。うまいよ。もう恥ずかしい。はい。世界が終わるまでは離れることもない。そう願っていた。みんなテレビサイズでジャブ打ってくるの。テレビサイズなんですよね。ちょうどいい。そうですよね。すごい尺感ちょうどいいなって。ちょうどいい。これやべえ。でもジャパニーパークでもいいけど、これケツ出しちゃうから何とかならんの。それは何とかならんねん。じゃあ純ちゃん、今日は俺がケツ出す。ダメダメダメ。何言ってエイヒメが飛びます。エイヒメが飛ぶ。エイヒメが飛んじゃう。ちょうど確かにカラオケでしたもんね、加藤さんが1回目ケツ出して。そう使ったのが。あったな。これうまいな。ちょっと待って、ユニオンライブカラオケバージョンしかないよ。アニメ特撮映像。ちょっとこれ、俺ちょっとなんかね、まあ、歌いたいですね、歌ってたら。いや、ちょっと俺、おっすりは。すいません、小皿いただいてもいいですか。あー、ごめんなさい、ごめんなさい。ここまで来たら、でも、オニア君とかユーセイ君の歌も見たもん。いや、オニア、お前さ、いつも、シュージとアキラ歌ってくれんじゃん。いや、なんか、デュオが一人必要だから。懐かしいなぁ、シュージとアキラ。ユーケさん、いきますか。まさか。じゃあ、いつもユーユータと二人でずっとシュージとアキラ。彼が今日は、今日はちょっとユーケさん。すごい。ユーケさん、一緒に行きますか。歌えるかな。今、ちょっと、ノリで行ってみます。はい、ウォーミングアップがてら。青春アミーゴに、クソいいから。いい曲だね。いやお、カラオケ。アニソン縛り、ちょっとなかなか緊張感ありました。いやアニソン縛り、なんか種類が多いですから。あとなんだろう。これもコーラが、誰か。これってます。はい。当時よかった。コーラだとマサさんが、結構ガンガン行かれて。コーラ、すいません。ガオガイガ、ガオガイガ。ガオガイガ。遠藤さん。そういうのねえ、あとなんやろな、リンクとかよかったね。あ、リンク、これちょっと前の世代だ。リンク、どんな歌がめっちゃ上がった覚えが。完全世代。あとなんかブルーオーターとか知らないけ。ジグザグの酔い続けてる。しかもさ、贅沢なのがさ、ゲロちゃんのちっちゃい声にハモってるからね。俺ちゃんとそこあれだ。俺だけはしっかり。本当だ、アニメ映像しかない。ですよね。あれめちゃくちゃ変態なメロディー曲ね。あれ渋いっすよね。え、何がアニメ映像しかない。
ビーメロめちゃくちゃ暗いんですよ。でね、俺でも別にユニオンだけじゃなくて、別に俺、奥の手があるから。アニメ映像以外ですか？いやいや、アニメ映像っていうか、他の曲でいいじゃん。オープンで。確かに確かに。アニソン、あの頃からですね。大石さんの曲はね、ずっと車の中で流れてるからね、大抵歌えんだよ。おえ。いいっすね、大石さんの曲聞きたいな。確認するんで、ちょっとお待ち。はい、ごめんなさい。じゃその間に誰かいきますか。あ、じゃあやっぱモコ君とか俺、ね、ちょっとどうしても大事な曲があって、あ、ちょっとすいません、じゃあちょっと連発ちゃになっちゃうんですけども、俺ちょっとこれはね、本当にもう本当に超有名アニメの、アニソンなんで、これはねちょっと言っときたい。みんな知ってる。これもみんな知ってます。これもいいね、盛り上がるね。これね絶対にバカルドこれちょっと俺なんすかこれ、本人これみんな知ってます。これタイトルもわからへんし、あ歌今いや今期アニメの、あ今期アニメレイドにアリス、ああもうアリスアリス好きやな、レイドにアリスから形がやめたらちゃんと歌えすよ、今調整してるんで。歌声のやめたらレイドはリスずっとだけ決めていた夢はわからない、君を焦るほど焦がれてるのに、憧れの理由格は後に立ってくみたい、溢れるよ俺天の日で握り返してくれ、ライブするところに俺たちの僭越ながらちょっと歌わせてください。
これはいやこれが来るなんでダブルお前なんでお前がやってんだなんでお前がやってんだおいさんが高いから俺立ってるからあの子が昨日なんかすごく優しくてじゃなじゃだめみたいこちらとしてつもりないけどじゃなじゃだめみたいこれてんじゃんって書き込んでんじゃんそれじゃなじゃだめみたい頭の中お肌畑だとか少女漫画だとかまだ悩んだってどうだっていいじゃなきゃいみがたがいえとそこにはこんで君じゃなきゃいみがたがいえわかってんじゃんてか期待してんじゃんそれ君じゃなきゃいみがたい最後はさばなしだとかこのままと付き合いだとかもなりくり構っておらないそう確かに君しかいない休んでもらって、ちょっと休むわ。もうあのシャすごいロングトーンで、あのシャッキーなミックスボイスも。混ざりたかったね。すげえな。この次先月からありますからね。わあ。どうなんですかと。僕とじゃ UK さんで。UK スマイル。マジですか。マジか。多分ね。もうちょっと先に先に。先ほど言ったら誰です。君だ。君だ。君だ。予感が胸をよぎる冷静になれよ皆みごめんな情けないで助けてくれその動きだねのやつらに追われてるんだろうダメかもしれない未来二人を咲くように電話が消えた神経心臓たちはいつでも二人で行くのつらい
落ちちゃったから。パソコンの方ですよ。いやすごいタイミングでしたね。めちゃくちゃ面白い。今、ゆうけいさんが満金でやってる。配信が切れた。もう、ゆうけい君とお兄ちゃん付き合って全力で熱心作業だったのに、めっちゃいいところ。配信が止まりました。しょうがない。でもなんか切れてるな。大丈夫なんじゃない？そんなにみんな的にも、いつも俺配信してる時は携帯でやってるから。あ、すいません、ありがとうございます。いけそうかな。ちょっと俺たち、お酒飲むだろうんじゃなくて。UK さんのジャスハイボタンどうする？俺はハニートもらってます。結構濃い。乾杯しようぜ一回。はい、ノーマルで。イエーイ。みんな無理せずに。はい、いけそうだね。見えてる、見えてる。じゃあ改めて皆さん、はい、このクリスマスの忙しい時に、はい、わざわざカラオケ来てくれてありがとう。乾杯。メリークリスマス。まあ、すいません、いただきます。あ、ちょっと俺とゲロちゃんの同級生コンビでなんか一曲入れようよ。俺たちの世代なんだろう、一番ドンピシャーだったの何？ポルノグラフィティ。おお、聞きたい。ポルノ聞きたい。ハネーマライダー聞きたい。なんとなくハネーマライダーは俺寂しく知らないから。ミュージックバーとか。ああ、冬だけど夏っぽい曲かけないよね。まあ、アゲハチョウですしね。アゲハチョウとかメリッサとかあるんですか。ミュージックはミュージックはむっちゃいいじゃん。ミュージックは知らんな。君がってね、人生を壊すのが。やっぱゲロ君が歌うと拳入るんね。確かに。でもやっぱ君がやもん。あ、行きますよ。ミュージカラオケ普段こんなすぎてこういうのが分かる。いや、まあ、そう、ほんとそうよ。マジでジジイになるよ。なんか気づいたら電文句めっちゃ薄くなってますね。僕確かにこんなね、人ぶん殴ったら死にそうだよね。あれちょっとリモコンタイプだったよね。そうそうそう、髪めくって歌本みたいな。そうそうそう、ウィーンってめくりますから。ディスクくるんだよな。ちょっとじゃあゲロちゃん、これ行こうよ。切るんだよ。分かんないとこ全部俺が頼ます。はい、最初に。うわー、うわー、この番組ではみんなのリクエストをお待ちしてます。嫌い恋のエピソードと一緒にダイヤルをしてここでおはがきをいつもラジオネーム恋するウサギちゃん、なぜ人を好きになるとこんなにも苦しいのでしょう。それは心が君のことを世界して蹴飛ばしているからでしょ。
このロー生きてくれてやるもんやり僕らの二人大切なものを分け苛立つような街並みに立ったって感情さえもやりもてなくなりそうだけどこんな超な暮らしの中でたまに情緒不安定なんだろうって思ったり
ったんで、お一瞬皆さんパソコンに切り替えます。はい、一瞬です。やった。よし。ワクワク気分まるで秘密基地さ
青春なんかなかったけど、でも、一番ポケモンハマりたての頃のダイパでしょ。ダイパです、ダイパです、ダイパです。アニメも一番あれですよね、きっとね、みんなが知ってるというか。まあそうやな、俺が一番見てたのアニメ、僕やったら。すいません。ちょっと俺とゲロちゃんビールもう一杯ぐらい飲もうか。あ、行きますか。あ、俺も行きます。おら、ビール3で。いいでしょうか。いや俺ごめん、ちょっとみんな分からんかもやけど、これ歌っていいかな。ドラゴンボールの僕たちは天使だったり。ああ、久しぶりに歌いたいなやばい、10年ぶりぐらいに絶対来ちゃう、超明確に。僕たちは、じゃあれか、あれはもうグレープサイズ、そうだね、そう大きくなってからだね、うん、あ、そうか、ご飯が大きくなったから、そうそうそう、魔人ブー。他にあるドリンク、モコさんだから、時代から。あ、俺ね、じゃあ VTR は滝さんも届き合うです。あ、大丈夫です、また頼みます。これこっちだ、ユケさん。あ、俺も歌った。あ、もしよかったら。音符のやつだ。じゃあちょっと僕たちを電車で。アニメだったらいい。悲しい。え、アニメだったらいいんですか。なんかアニメ特撮映像はいい。あ、ライブと生歌じゃないから。あ、じゃあいいですか。アニメ特撮映像はいいですね。そっか、それ映さないし。オッケー、オッケー。ああ、そう。モニター映さなければいいらしい。エンジェ。懐か、そうそうそう。エンジェ。どんなやったっけな。エンジェ。どうしたの。ほかれろ言ってるじゃん。星から悲しみ消したかったねえ、広いブルースカイ見上げていると空気が湧かないか。今手でよ To my brain 背中の鐘はなくしたけれど、また不思議な力のこもってる To my place 光を抱いて夢を見ようよ。ほら君の瞳に虹がかかる。めっちゃいい曲、いい曲。やっぱこれですよ、ドラゴンボールやって。あ、ごめん、食べてくれるの。あ、もう誰も入れてないんだから。いや、お腹が鬼やんですよ。エンジンが、ダリコール。僕もエンジンが上がってきたね。僕、そうですね、一曲ちょっと、まあ一番だけでいいんで、一回さっきのゲロさんと話したんですけど、革命デュアリズムをちょっと、ま、マジ いいっすか、もう、ちょっとあげました、このまま。ワンコーラスやった。めっちゃ疲れんねん。これね、そ、僕も結構来るの知ってるんですけど。あんた、三谷奈々さんパート歌うってこと。僕、水木奈々さん。あ、水木奈々さん。あとアニメ映像ダメでしたっけ、これ。アニメ映像 OK。
ちょっとはい、水木奈々さんのちょっとパート。めちゃくちゃ高い。いけます。水木奈々まで殺されるぞ。ちょっと一曲で、ちょっとね。うわ、これちょっとゲロさんっつったら、ほんまにこれしんどい。これなんだよな。よいしょ。あなたからだね。あ、僕らか。なんで伝説の朝に誓った言葉分かっちゃう声に奇跡を手放せ革命一歩でしょ革命一歩でしょ全部合ってないキーが取られこの右手とこの左手何を見てるのこの肩の上に生まれた感情を繋ぎ合えば歌うのかカワケの願い言うだねカワまたにちょっと待ってな俺が振りになった俺が普通になってお前がボケて俺がただの振りになってなんでこんな高いと思わなかっためちゃくちゃ嫌全然歌えないめちゃくちゃ歌えなかったっす超うまいのにそれだから総裁されてキーが普通になってた今キーが変わる超うまかったのに普通になったな一個の曲すごいかっけーちょっとマイナスがミスターサタンとフュージョンしてるすげーうまいはずなのに俺下手しはねえみたいな最高でね、ドロドロになってた。めちゃくちゃ上手かったのに、ゲロちゃん。ちょっと、何やるか、全部なんか。不意にすなよ。よくそれ誘えたな、ゲロちゃん。すげえ。配信止まってる時にずっと誘ったんだよ。歌いましょうよ。歌いましょうよ。革命いきましょうよ。自信あるのかと思ったら。でも、アタギさんがすごい来てくれたんで、あと運転合ってんのかと思ったんですよ。合ってんのかどこに行こうとしてるのかなと思って。そんなにめっちゃおもろかった難しかったなやっぱ奈良瑞稀はああ、で俺も言いましたかあ、ですまだあ、1個多く来ちゃったあ、じゃあ僕もじゃあ、俺も行かないんだったら行きましょう行きましょう俺も入れるんでじゃあちょっとやっぱ俺、これ曲は今歌わなきゃダメだと思うんだよな何昨日加藤さんも頑張ってましたけどサッカーといえばねお、何これだと思う魂レボリューション何魂レボリューション歌うのいや違うドラゴンシュいや、違う。全く違う。サッカーというやつ。ファンタジスタ。やっぱこれでしょ。全然モコモコと全く聞かないですなんでそんな。お前なんか指紋ないん。あーどういうこと聞けばわかるか。お前怖い。キャプテン使ってるでしょ。やっぱかドライブシュートだはいちょっとアレルギーなんだエースが通る歌うたないよねグレボの外今日のために練習してきたからね今日のために練習してきたよ初めて聞いたジグザグザンバあいつの噂でちゃんは足揺れるいいねそれ見つけてもおやつは変わらぬうわぁ残り一つに今日のために練習してきたうわぁダッシュダッシュダッシュ絶対練習してるこれ絶対練習してるこれいつか決めるぜ稲妻シュートその時俺がスーパーヒーローさダッシュダッシュダッシュキックダッシュ燃えて青春駆け抜けろあ、もうか、まあ、正直ね、まあ、今日のためにこれ新しく練習してるからちょっとおやつはパールみたいなガラス結構行ったことあるけど、一回も聞いたことないよ絶対今日のためのもう一度行きますよ死んでた死んでたうわー、出た人空だあ懐かしいでも、そこありますよいやー、懐かしいけど覚えてねえなどうぞ先人空来た楽しいことをうわ、懐かしい
毎日続いたらそれと気づかずに退屈と変わらないで幸せ悲しみ変わる変わる心の不思議が分かりかけてくいやーいいねもう愛したら懐かしい今も知るものだけど寂しいところに深く優しさ染みるよやばい覚えてねえわやばすぎ、高いっすね女性だこれはやばいわこの曲神曲でしたねこの曲好きなんすよねいや神だなじゃあすみません僕またもう1個だけいいですかすみませんちょっとリクエストスラムダンク行きたいわ加藤さんとお先行きますかいやいや先行きますよじゃあ行ってください、なんだっけ一番有名なのスラムダンクなんだろうな君なんだっけちょっとじゃあ、そしてマサさんの力はちょっとお返しするんですけどえ、今度は大内さん引っ張り出してくれるのはい、ちょっとクラトノイアっていうこのオーバーロード一気にマサさんといえば俺これじゃないのかっていういや、ちょっとごめん、これあの弾き語りバージョンで入れてないかほらやめろやめろやめろ弾き語りバージョンで入れてない罰悪すぎる昨日も明日も歌うおい、ふざけんなお前タイムリーなくなったもし今日の方が上手かったら今日は明日愛媛で待ってた早すぎて朝が困っちゃうことありましたけどあのそオクトで知らオクトの方ですね弾き語りバージョンも好きなんだよIt's like a girl っていうとこ好きなんですけどどうしよう、さっきのギョロ君と同じ感じだよねおじさん、なりますよ、絶対出しにされます僕、結構僕これ自信あってすごい練習しててじゃあ、やってみよう、とりあえずあ、はい、プロを振りに行ったのプロを OK、お笑いの振りに行ったのお笑いですちょっとさなかなかちょっと披露する場でなかなかないですか本人の前で本人やからねそうなんだ本人振りにそうマサさん言うてマサ歌ってましたよ今俺がいるあ答えはどこえいえいえさらせよい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 えいえいえいえそんな出汁に使えやがってまさかすごい本家のこのすごい高こんな高いかっていうこ
いや、練習して自信ありません。練習したんですけど。よくキー合わせられませんでした。そこまで高いとは。あんなに違う。笑った。クラタノイアのこと、1クラタノイアお願いします。なんなんすか。タイがね。次に行きそうで、ゴール。へこんでんのムカつくわ。もうちょっとね、練習したら。惜しい顔して。惜しくもない。惜しい顔してる。悔しがるレベルでもない。ハイハイシーンまで行けばね、もちろんそうだけど。そんな。やべえ、笑った感じです。すごい曲だ。すごい曲だね。おい、しかもって言ったら、腰くらくらしてる。おいさんにカモンって言ってたら、幸せな時間ではないですけど。俺、鈴木雅之さんにも言われたことない。しかも、しかも。すげえ、名曲っすね、おさんね。じゃあ俺が一番得意な曲入れますか。ちょっといい？いいですか。じゅんちゃんのお箱。いや、俺は本当に、俺が一番得意。いいかな。いやー、終わった。いい曲っすわ。嘘、マジで。うわ、マジ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 、いい曲だけどね。俺のキーにピンズとバカッ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 カ、あの鐘を鳴らすのあなた。さ、最初とかね、あなたに会えてお前ね、よかった。あなたには希望の匂いがする。つまずいて傷ついて泣き叫んでもここわからなくて匂いがする。サビサビ、街は次のサビだみたいな、サビ終わりだみたいな。赤ちゃん任せろ。やめとき失うじゃん。和田さんやった後、次の声出ないだろ。代償がでかい。戻ってくる。不思議と年末が出てきました。優しさやいたわりが触れ合うことを信じたい心が確かに。みんなのために練習してきました、半年。ここで皆さんに披露するために。ありがとうございます。年末感出たな。年末感出ますよ、かなり。確かに。バコさん、どんずぼうなんか感じやな。なんか、すげえ合ってる。そう、俺、綺麗に。すごい歌いやすいんだよね。
アッコ和田さん、めちゃくちゃ年上やから今でも結構皆さん喉消費したと思うので、うん、ソフトリア欲しい方がいたら全然あ、俺ね、まだ全然全然俺じゃあちょっと追っかけビールも追っかけビールなるほどうっそシャラに俺もちょっとペース上げようかなじゃあ加藤さんはそウーロン茶あたりいや、俺は大丈夫オッケーです追っかけビール了解ですなんかあったっけな同世代じゃあなんかせっかくだからね、みんなで歌いに行くみんなで、あ、歌いたいあの、ウィーアー的なやつなんかあるかなちょっとコメントとかねコメントでちょっと聞こうよ、うん、みんな、なんかみんなで歌えるやつなんだろう全員もうみんな知ってるじゃん明日がある明日があるさ明日があるさ、あの吉本さんのやつそうそうそうあだからベタにスマップスマップ行きたいスマップ行こうスマップ行こうシェイクとかねシェイク大石さんが前のめりシェイク前のめりのシェイクシェイクシェイクギーラーエメロとかエメロ明日は休みだ仕事もないうーん一回やってみますかこれは大丈夫ですありがとういやシェイクいいね一番大丈夫って何なんだろうそのいや俺マキアさんもプルルフってやってキムタク撮るんすかキムタクええなぁキムタクええじゃあ入れるよ、シェイク入れるよはい、お願いしますはい、入れましただ誰から行く その人からいやだからもう、大石さんのいやあ、確かに大石さんから大石さんからじゃあこう回っていいなぁおぉ全然いいのキムタクニコのラッパレオンボンの音は輝いてある街を楽しく歌ってるおめでとうございますすれ違っていくみたいな自分で送ったり喧嘩したりゆくのだろうおめでとうございますおめでとうございますYeah!
チェイカロルゲと言って君が待てる幸せが来るんさ、はい、シェイクシェイク胸騒ぎ超ベリーベリー最高にハッピーシェイクシューシュー星が流れてく明日からめちゃくちゃ今のスマップ。やっぱね、スーパースターやんな。やっぱスーパースターかっこいい終わり方。いい曲、うん、やっぱり1時間に1回は全員歌詞を入れた方がいい。いたいね。めっちゃおもろいわ。モームス行きたいけど、女の子一人も見ないから誰もモームス行け、モームス行ってなんでこんなにモームスのあれが多いのリクエストが。やっぱね、あの時クソだったもんね。すっげえモームスのタイミング、ブラックビスケットとか。あー高いっすかね、タイミングいいね。あー、めっちゃ歌えた。いや、歌えるっしょ。あの人が一番やるから。マネージャーさんぶち切れてないぞ。怒られちゃう。マネージャーさんがもう切れて入ってこない。だってうちの多いし。ルールやらしてるから。一番高いところ。一番喉に負担があるところ。タイミングいいっすよね、俺。タイミングいいね。じゃあ僕、俺リクエストし、モコに。はいはい。やっぱモコさんのアカシア聞きたいっすね。お、聞きたい。モコさんのアカシア。アカシアいいじゃん、いいっすか。アカシア来る。じゃあまあポケモンのね、アカシア。バンプの。アカシア行かせてもらいます。おめちゃくちゃ好きもこのこれ最近動画上げてたもんね。上げました、うん、じゃあ行かせてもらいましょうか。やった難しいな、ね、ではなんでお前その毎回進めるか一回自分でピリッとさせるじゃあ皆さん聞いてください。お前あれマイクマイクがうわめっちゃエモい。では乙女よりも綺麗だ輝くを確かめに行こう。そうやって始まったんだろう。止まり忘れるほど強い理由。冷たい雨に濡れる時は足元がべたぎながら行こう。太陽の代わりに歌おう。君と僕と世界の声でいつか君を見つけた時に君に僕を見つけてもらったら今目が合えば笑うだけさ。どこかのどこかはねもううまく言葉だだけど今の同じ場所にいる隣で君のそばだらしいが叩ける大体たりするとき君の命が揺れるとき誰より近くで宝石で僕も同じように息をしてた。いや、ええ曲。もう昨日のポケモンどうか撮ったんですけども、お前よく喋るな。お前よく喋るな。ステージトークのことしたら超ありみたいで、それでそこで降参しましたよ。僕がいたよ隣で君のそばで魂がここでずっと叫ぶ。そして理由が光る時僕の理由が抱きしめる時誰よりも遠せきって僕の抱きしを君に伝えたい。最高。君がいることを君に伝えたい。名曲だの。そうやって始まったんだよ。そうやって始まったんだよ。そうやって始まった。ちなみに最近ね、ちょっとドラマのドラしてるから一回止まって、なんかウルトラのクラフォルトで見返りして、あのアシスパー映ってクソクロのこっちに入ってるから、でもあれ結構分かっても勝てへんっていう、ほんまにクソ。魂組まれます。
魂でも魂最近ポケモンの動画が伸びてるから肌ツヤがいいのさ若い頃の方向になってる最近若くなかったけど若くなってる原神は全然伸びてないすごい、でも24歳ぐらいの肌ツヤになってる最近僕いやもうねつよつよ伸びてるから前のポケモンいいわ明石は良かったありがとうございましたいいよ結構最近明石は歌ってますもんね結構歌ってます俺聞いたことあった聞きたくなっちゃうみんなで歌って明石は歌って俺、あれリクエストしていいですかドラゴンボールのかけてくるよあ、いる、いや、リクエストタイムあるし俺、もう超大好き一番最初のカラオケ配信あるためにいいよ、俺すべてのリクエスト。とびきり全開パワー。とびきり全開パワー。落ちます。なんで英語なの？出てこい。出てこい。洋服に来て。あ、出てこい。とびきりなんとかやったかな。出てこい。とびきり全開パワー。やっぱりステップとは。で。かけてくるよ。やっぱあれ書かない。あ、じゃあなんかちょっとチョコタンのやつだから。チョコタンのやつじゃない。アニメ版。あ、かな？あ、それだね。それしかない。マナさん。あれでもリクエストされた人がリクエストできるから俺次オニアのレッチリ行くからオニアのレッチリオニアのやっぱり一番だけ一番だよオニアのレッチリうわーうわダニーカルフォルニアね。ビアが入ってしまったんで、ダニーカルフォルニア。まだ自信は結構あるというか。お前はさ、なんなんその賞賛みたいな。結構やっぱ、僕もこの曲は、もともとデスロートの劇場版の。そうだね。あ、その曲。あ、ぐちゃ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 。曲名なんだ。まあいいっすか、ダニーカルフォルニア。ダニーカルフォルニア。デスノートの？はい、デスノートの。じゃあ、こちら。英語や、英語や。これで一回、あの、壺にな、溜まっちゃって、死にかけたことがあるから。あの気になって。俺は大好きで。仕上げてきたんで。人類で俺しか好きじゃないけど。ジョンフルシャーテジョンフルシャーテジョンフルシャーテやるゲビンイメイツシェフお前全部一緒や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 お前全部
ビア入っちゃったんで、もうちょっとこれがね、こう減っていればもっと思いつかなかったんですよね。うるせえ。うるしいところが。ありましたね。うるせえ、これ。そんなのも本当忘年テイストありますけど。めちゃくちゃお前今日寝るやろ。疲れて。お前今日めちゃくちゃ寝るやろ。もうちょい、ここの方に欲しかったな。ちょっと俺から一個リクエストしていいですか。なんすか。ちょっと俺ね、明日ちょっとライブだけど。うん、大井さんのミスチル聴きたい。いや、ミスチル。でもね、マジ？じゃあ、弾き語りで大井さんが自分の YouTube のチャンネルでやってたやつを、わすごい、俺ダウンロードして自分の車でかけてる。大井さんのミスチル俺聴いてる。 100% 合う。マジで、すっごい好きなのミスチル。なんでもいいっすもん。じゃあ、口笛歌って。えぇ、ー、わー、じゃあ好きっすね。口笛、口ミスチルってやっぱ難しいよね。でも結構ポップね、聞き慣れてるからさ、歌えるんじゃないかなと思うけど、ミスチル難しい。むずいよね、歌うの。シンプルなやつがちゃむずいよね。りょうさん、何かいます？ちょっとビール食べていいですか。じゃあマジっすか。はい、ついでですか。生演奏ダメ。ライブカラオケダメ。ジンジャーエールとか本人映像は。あ、俺、あ、ありがとうございます。大丈夫、ダメ。いや、懐かしい。本人映像も長いとか。あー、ダメだよ、ダメだよ。でも今生音とか言ってました。生音だったんですか。生音になっちゃってた。生音になってた。あ、じゃあ通常曲。通常曲。あ、これでいいんじゃない。これで OK。 あ、スピッツとかね。うわ、スピッツ来て、スピッツ入れようで次。いや、マジか、大石さんのミスチル生で聴けんのかよ、俺。いや、これすごい。これは心して聴きたいですね。結構俺、マジで聴きまくってるからね。懐かしい。ええ曲もめちゃくちゃええ曲。もうええ曲。よりなく最高なんだ。しみる不揃いの影が北風に揺れながら。うまっ。うまい。孤独のまま膨らんだ君への想いはこの胸のほころびから溢れ出した。しみる粘土を感じる。すごいな。口笛を吹く永遠に祈るより
ジでやばい。ありがとうございます。勉強になります。やばすぎ、マジでやばい、やばいっす。ごちそうさまです。ごちそうさまです。半端ねえ、半端ないっすね。いやでも俺そろそろゲロ君のハイトーンボイスが来た。ちょっと待って、ハイトーンボイスってみんなが知ってる曲？メタリカかな。メタリカ。マスターアバレつきますか。8分間あります。8分間いや、しょ、変美容師。じゃあちょっとセックスマシンガン。おい、いいの、マジで聞きたい。だってゲロさんの階段に読み、おい、次モコが春よ声来るぞ。やってましたよね。読みましたよ、俺。セックスマシンガンみんな何が、モコが春よ声歌うの。行きますね。あれがいいです、語る涙がいい。高っ。めちゃくちゃ高いやつ。みんな知ってる鬼軍曹とか。あ、俺だってみかんの歌とか。みかんの歌とかいいね。俺だって俺ゲロさんの影響でセックスマシンガンをちょっと聞き始めました。うん、マジっすか。あのなんかあれとか、あのファ、なんだ、何が一番ファンタジックなんとかで全然知らない。あのなんだっけ、ファミレスボンバー、ファミレスボンバー知らない。あ、違う、あのあれハンターシティハンターのオープニングとか。ああ、イリュージョンシティ、イリュージョンシティとか。確かに語れ涙。あれよ、あれですよね、あのこち亀ですもんね。こち亀の語れ涙いきますか。じゃあ聞きて。うわ、楽しみ。あんちゃんもったいないまで高いっすよこれ。ちょっと、ハイトーンくるな。みかんの歌とかの。みかんの歌、確かに。いいね、俺、明日行くね。ね、確かに。確かに。ちょうどタイムリーだ。みかんの歌。背中たくさんみかん。マイクいらんよ。高っ。チューニングがえぐい。ちょっとね、久しぶりに声に歌おうかな。いや、マジでマイクいらない。マイクいらんやん。すげえ声量。え、何で聞けんのか。めっちゃ久しぶり。ミカンの歌ね、愛媛、なんか最初言うんですよ、シールね。これちょっと、これちょっと、なんちゃんがやってくれ。愛媛のミカーンみたいな。ミカンの歌歌ってる、これ。長いんですけどね、今日ね。いいですから。ミカンはいよいよけれど、愛媛のみかんは一つだけ、愛媛のみかんは食べるの、みんなの愛を返すけど、皮を背に扱える皮を背にはいけないぜ、袋に入れたら溜まればポカポカ、心が眺めれば世界はひとつ、世界に羽ばたけ愛媛のみかん、みかん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 。ねえ、サウト、やばいわ、マジですごい。あれ、そんなねえなら俺も歌いたかったよ。いや歌えないもん。みかんの歌、みかんの歌、おいしさも愛媛でいやできるし、これでね。シャウトマンですから、山下って初めて聞いた。やばい、明日ライブで歌っちゃうかもな。みかんの歌、アコギバージョンで。みかんみかんみかん。ちょっとじゃあモコと二人で葛飾ラプソディで入れるぞ。行くっすか。いい曲ね。もう付き合いも長くなってきた。行きましょう。年末のイメージありますよね。やっぱね、こっち亀で、こっち亀じゃあ行きますよ。俺とモコでじゃあ歌おうよ。じゃあちょっと入れますね。マイクがないわ。あ、こっちにマイク1個ありますね。あ、ちゃいます。あ、です。どれくらいか来ないですか。だってあのモコが歌った動画の、はい、あのミュージックビデオというか、あの映像オニアルとかオニアル今頃でしたよね、あれね。No.
つしか勝てない、あくびも一つ変わらない、街並みが妙に優しいよ。あくびも一つ変わらない街並み、妙に優しいよ。ラブソングやっぱラブソング、うん、何がいいですかね。いやもう ラブソングだったら何でも吸収したい気分。どうしよう。ゆっくり決めていいよ。ラブソングね。なん世代のラブソングが今。ああ世代世代。あちょっとせっかくだからクリスマスっぽいの。おマジすごい。来て来て来てよ。チャゲス？達郎？ちょっと待ってくださいね。クリスマスソングか。タツロウか。タツロウか。真島みゆきさんとか。チキンライスとかね。ハマちゃん。雪の花とかね。全然女の子みたいに。小さい雪の花。かか。どんなのあんだろう。チキン何食べてんのにはそれ。これね、信じられないぐらい汚い。何見てあれ。だったものなんですけど。それを大井さんに食べさせようとしてるからさ。まさか一緒に食ってたんですけど。これ本人は大丈夫なんですよ。原型な感じ。本人は大丈夫ね。生歌とかライブカラオケがダメなんだけど。ちょっともうベタベタなやついかしてもらいます。何？おーい！マジ？マジ？これ聞きたいわ。のびとー！のびとー！2コーラス目ちょっと言ってもらえません。あ、いや、あいいっすか。あ、これやばかった、これやばかった、これやばかった。あ、今やばかった。あ、違う、生音。今生音。あ、生音になっちゃう。あ、やばいやばいやばい。ギリギリギリ。いやでも桑田佳祐さんね、よく大井さんがモノマネしてんだけど、ぶっちゃけそんなに似てない。おい、いつも気使ってます。雰囲気だけ。二度とやめてください。二度とやめてください。二度とやめてください。あーみたいな。あーみたいな。そう、そんな言うほど似てないよ。全員で、こう、桑田で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 繋いでいこう。みんなの桑田で繋いでいこう。自分なりの桑田圭介で。そうそう。で、視聴者のみんなに届けよう。1コーラス目はさ、そうそう、確かに赤木君がやって、1回赤木さんやってもらって、2コーラス目からちょっと自分なりの桑田圭介。自分なりの自分なりの桑田圭介が。いいねぇ。いや、ゲロちゃんが盛り上げどうかね。いや、桑田圭介だいぶ違うと思う。違う。あとはもう見てる。グアタンケースケって人によって全然違う。やった。一番最後の涙誰くるんやろ。悪いなぁ。あれ一番見どころやからなぁ。あー面白い。いやぁ。OK。
ワンコーラスじゃあ、ね、お願いします。じゃあワンコーラスで当たりで来た。あ、クワタじゃなくて当たりでお願いします。クワタリで来た。じゃあせっかくね、クリスマスで。あ、そうだね。いいっすか。夜に向かって雪が降り積もると悲しみがそっと胸に。次もっともっと残せるからね、残せるくわすめね。そう、涙で心の火を消して通り過ぎてゆく季節を見ていた。外はため息さえ凍りついて、冬枯れの街路樹に風が吹く。あの明かりの場の停車まで二度と帰らない。誰かを待ってる。めっちゃいい。桑田佳祐やった。めっちゃフォーム、フォームめっちゃ崩れてる。めちゃめちゃのフォーム。
めちゃめちゃ手投げでしたよ。めちゃくちゃ。フォームめちゃくちゃ肩崩したな。さあ、あと40分です。わ、もう40分しかない。そう。そんなに。さあ、気付けば40分ですか。ああ、漏れた。なあ。クワタリレーちょっと熱かった。クワタリレーだいぶおもろい。だいぶおもろかった。自分なりのクワタめちゃくちゃおもろいな。自分なりのって何なんですかね。クワタはね、もうみんなバラバラなんでね。イメージ的には。よいしょ。ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。あと10年はできるな。一緒できますね。クワタさんはね。それぐらいもう。ちょっとじゃああのさ、友さん、ユニオン入れて俺ちょっと大石さんの前で歌うと。あー、やってた。しかも、あ、声出る、今、声出るまで来てるから。キー上がりました。キーが上がってる。あ、ほんと？アッコで上がった、俺ちょっと。アッコで開いた。和田さんな。和田さんで。ユニオン高いぞ。ユニオン？ユニオン。びっくりした、ユニオン歌うんだ。ユニオン、モコさん、歌いますよ、多分ね。俺、いやいや、遊戯王って遊戯王って曲何何が何だっけ、まあでも、一番初期の、うん、なんかベジャリ系バンドの何だっけな、なんかシャケわかんないね、何なんだっけ、スリーダーだっけの、ファイブデレデデ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 みたいな、デレデデ乾いた叫びって書いてある。一人歌ってても最後まで歌えたことがない、途中で死んじゃうの。ゆけさん歌ってほしい、結構長くなってよ。ゆけさん、ゆけさん、目を覚ませ僕の世界で何者かに侵略されてるぞ。ウォーまずいかも大好き、一番好き、やかっこいい作り物のようなこの日々に、どんどん開いてきた。僕らの SOS が加速する。何かが違うと知りながら、慣れた空、同じ景色、異境の中で、あの日の誓いってなんだっけ、教室で何を語ってたっけ、このままじゃ焼け先まで消えてしまう。目を覚ませ僕らの世界で何もなかい、されてるぞ。君を抱いてから救いに来たんだ。めちゃくちゃいいやつ。主人公は誰かやるでしょうね。知らぬ間に諦めたりしないでよ。目の前の僕らの世界と何者にも勝てられない世界。もう大人も関係ない、繰り返す日常というふうに騙されそうになったんだ。やばきも君だよ。そう明かしたら戦いの鐘が鳴る。
ック来たね、鬼ハック。いやー、いい。すごい。来ましたね、やっぱ今日も。いやー、よかった。スピッツですか？うん。あ、スピッツ。これはやっぱ生で歌えたら、ほんと、すごい。明日もね、もう一回見てる。ちょ、マジで。すごい、ほんとに。これはすごい。プロにすごいと言っちゃいけないけど、ほんとすごいと思った、マジで。カラオケでも歌えねえんだもん。誰もいなくても。緊張しない。緊張しないね。一人で誰もいなくても歌えないのに、パフォーマンスしながら歌うんだもん。すごいよ、ほんと。後悔してないですか、大丈夫ですか。いや、あの、オニア君にサビ取られたそうなんですよ、ちょうどでも大サビ入っちゃって、一瞬やべ、これ入っちゃってたと思って。またカモン正義がしんどくなったらすぐカモン正義が一番音域高い部分だったら、またギタリストが急に歌い出すから、ちょっと待って、完全になんであんなギターちっちゃいんだギターめっちゃちっちゃい、すっごいサイズ感だよ。いやだから歌ってコメントでしょ、やっぱ UK さん歌ってほしいっていうのは。そうですね、 UK 今から。あたぎさんの丸の内サディスティックってコメント。いやー聞きた、嬉しいな、リンゴさん聞きた、面白いや。ちょっとなんかライブからの OK、 これでこれなんかやるか。おおし、色がまた、うわっ、うわー、ほとさんだ、いいじゃん、うろこいいね、なんか締めに向かってこういう曲も入ってきましたね、バラード声ね。少し伸びた前映り込んだ僕は魚、いろんな言い訳で着飾って仕方ないと笑っていた、傷つくよりはまだその方がいいように思えて、いや普通にうまいっすね。夏の風が君どこか遠くへと向かってゆく、言い出せずにいた想いを、ねえ届けなくちゃ、君を失いたくないんだ、need
や、俺もうボルトとか入れちゃえばいいんだよ。いきましょう、いきましょう。ちょっともうあと40分で、え、今もうあと30分だよ。いっちゃいましょうよ。いっちゃいましょうよ。モコタン歌ってって言われるよ。じゃあ、お前さ、視聴者にさ、あれすればジョジョ、ジョジョとコメントジョジョは奴隷が。え、じゃあもうアタリさんの、あのやっぱ丸のサディスティックってコメント、いやいやいや、すごいとこまた、モコ、モコシャルル、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 ジャスト・ビー・フレンズもいいよ。いや、ジャスト・ビー・フレンズ、ゲロちゃんの前で。そこへもやっぱね、俺は春横行きたい。おぉね、それはやばい。ちょっと、もうリベンジね、リベンジでちょっとリベンジ失敗してるよ。リメイク、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 リメイク。じゃあもう、あれ、ちょっと待って、いいかも、春よ、春よ、かわいい。止めて、どれしたっけ、春よ、かわいい、いいね、すごい、わぁ、もこさんの春よ、かわいい、きた。今日一番聴きたかった曲、おぉ、そうですよね。お、マジか、ちょっと待って、春よ、口笛もいくんじゃない、いや、行かないんじゃないかな。確かに、口いいか。いや、難しいですからね。でもなんか、ありとあらゆるところで春よ君歌ってるらしい。学祭で、お前、春よ君お前、学祭で歌ったのお前。営業回ってる。お前、学祭で歌ってましたって情報来てんぞ、お前。お前、学祭出てるやん。出んないよ、一応、まず。やばっ。学祭休みしてるぞ。お前、学祭出てる。学祭出てる。お前、やばっ。歌ってるらしいよ。いや、なんかあの光景が思い、ちょっと思い出しますね。ちょうど、マイクの3秒ですかね。くれよ。光立つに別れ、仕上がってんの、いいね。愛しい面影のチーク上下、あふる涙のつぼみから、一つ一つ香り始める。それはそれが長男を、ちょっと松戸屋だって、やがて迎えに来る春よ、動き春よ、まぶた閉じればそこに愛の嬉しき君の恥ずかしい聞こえがする。おい、進化しなきゃなんかね、あの頃の僕とはもう違うんだから、成長したんです。よう喋るな。ちっちゃっ、ほんとちっちゃ、出ねえじゃん、口笛ちっちゃ、出てないぞ口笛、あれ出てないぞ唇カサカサ、もう出せない、やめた、ずっとずっと回っています。それはそれは空を越えて、いつかいつか君と届く春よ、まだ見ぬ春、迷い立ち止まる時、夢を君の眼差しが肩を抱く夢よ、朝き夢よ、玉木コーチ、私はここにいます。君を思いながら、何や、カメルの歩いていや、めっちゃ嫌、流る雨のごとく、あれ来るかもしんない、僕のレッジ、流る花のごとく、あれ、ねえのかい、ねえのかい、ねえのかい、こんなやってねえ、一年練習して無理でした、ねえや、あんなにやってここ出ないんだよ、ねえや、もうあとここだけ出ればもう、ここだけ出れば戦ったかったな、まだ生きちゃったお前、これで学祭で学祭、これ名前歌ってきました、これ、すっごいメールと、お前ももさんが春よく歌ってくれましたみたいな感じで、メールがめちゃくちゃおもろいよ、お前本人みたいな感じで歌ってたらしい、出えへんやよし、あー、歌った、マジマ
おいさん、おいさん、あと8時間ぐらいしか寝れませんおいさん、今から寝ても8時間ぐらいしか寝れないのすごいな。残酷な天使のようにその背中にははるか未来目指すための壁があること残酷な天使の手で窓からやがて飛び出す明日ライブか。いやいや、やばい。いや、やめちゃいましょう。明日休んじゃねえの。待っとんの。待ってるから。違う。ふるさとで、ただ涙。ふるさとで、故郷の。故郷の。しかもファイナルっすよね。全員待ってるから。そう。うちの親も来るから。いやー。楽しみだわ。いいもん聞いたな。すごいもん聞いた。すごいっすね。ちょっとギャルちゃんなんかして。え？俺にリクエストしたらジャストビーフレンドになっちゃうからやばいよ。いいよ、全然。全然、あのバラの場所がないと思う。あれ、勝手にやってるやつ。あ、そうか、バラのじゃないわ。バラのじゃないバラのじゃないわ、ジャストことね。だって、ジャストビーフレンド俺13年荒らしてんだから。そうそう。ジャストビーフレンドって僕が歌って。で、そうなんですよ。ちょっと分かんない人に説明すると、僕が歌って加藤純一君と飲みに行っただけで、向こう12年間僕の動画今日も荒らされてます。今日も現在も死ねっていうコメントしてるんです。今もなお荒れてる。それたまたまその時に上げてた。そうそう、あれはもうとんでもない800万再生ぐらい。懐かしいな。たまに聴きたくなる。これ歌ったことほぼないんだ。ライブでしかも原曲なんかちょっとなんか雰囲気違うんですよね、これ全然違う、全然違う曲。そうなんだよ。ヌビさんアカペラでもいいけど、俺があれしようかな。アカペラ急にアカペラ特徴で、アップテンポか。めちゃくちゃアップテンポ。じゃあ、俺ギラちゃんマジ歌ってほしいけど、あのさ、あの子と歌ってない、あのさ、二人です。何あの子とか言わんといて。あの子とか言わんといて。波が立つ。あのさ、なんだっけ、マグネット、マグネット、もともとマグネットだとして、マグネット、俺って見てたら、僕を歌える、歌えます、歌えますけど、俺が歌えるマグネット、マグネット、何だっけ、あの子、すごい俺好きだった、あの子。ファネル君ね。そうそう、ファネル君。絶対好きちゃうね。ほんと、ゲロちゃんのマグネット俺めっちゃ好きだった。なんならマグネットもゲロさん知ったもんな、俺。じゃあ、モコウと一緒に。モコウとゲロのちょっとマグネット。マグネット俺、ライブで撮ったことない。大丈夫、大丈夫。無茶ぶりでごめんね。確かに、あれ、ゲロさん元気で歌ってて、あれ、普通の人、奥下げしてしか歌えないんですよ。いやいやいや、奥下げっすか、俺は。いや、俺も奥下げ。奥下げっすか。マグネット。マグネットって。マグネットは、これ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 だ。これっす。いや、初めて歌うわ。マジっす。うわ、夏。へぇー。おふざけでね、歌ってた。そっか、初音ミクのキーになってるから。あれなんですよ。いや、絶対、奥下げで絶対出ないっすよ。もう うわぁ、懐かしい。このイントロ、うわぁ、じゃあ、俺最初の、あ、僕が行くから、いや、これをニコ動のね、全盛期というか、懐かしい。
私の情報遺族に飛び込みあなたの全部リュックをつけた肩に合うと思うねいいなぁからしたいとかっこいい許されないことならばなおさら燃え上がるのハモリハモリ違う気なのないんだと思わせて気づきお前がもう見返ってほしい脈の君を恋して惚れていたいのハモリ言ってたハモリ言ってたなんでこれありがとういやいやいや今ほんま向こうのハモリ聞けてよかったわマイクかかってるから歌うんかなったらすげえハモリいや俺もハモリ練習したんですよこれハモリ練習する来ると思ってたんや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 いやありがとうございますマジでやってどんでもないよ俺もほんまに初めて俺歌った、はい、ゲロちゃんの曲よく聴いてるって言ってたもんね、うん、めっちゃ聴いてたよ、めちゃくちゃ上手かった懐かしいもうじゃあ次俺ジャパリパークでケツ出してバラしてるごめんいいもうみんなあれ大丈夫かなそろそろ出す準備が整ってきて俺もなんかズボンの紐緩めて絶対ダメですもう明日やめようとしてますもう行かんとこうと思ってますいやあれじゃないですかドラゴンエネルギーじゃないですかドラエネドラエネじゃないですかこれはもう確かに出しますかね。そうですね。一番高い票。めちゃくちゃ。だからみんなでリレーして。確かにね。ドラエネを。ドラエネ知ってるところだけで。知ってるところ。ドラエネで締めるか、もうジャパリパークでみんなで締めるか。うん、どっちこはしてって。じゃもう本当にあと2曲ぐらいしかもう時間がないから。ドラエネ行って最後に全員でなんか歌える曲を。あ、そうですね。お別れしましょうか。え、ちょっと待ってだってウイさん、ドラエネって。あのね、一応まあ2人で歌ってるみたいな感じだけど、ね、違うじゃないですか前奏にもう一人参加者いるんですよあシャウトそう、実はそうだいや今日ようやく完成そうだ初めて全員揃ったというか何の、ね、連絡もなくCD が発売されたそう、黙ってバレないように曲出たよそうだよ任せてくださいもう食べてるんでもうじゃあ楽しみしでちょもう誰もいねえよって勝手に入るドラゴンエネルギーってこれどうするなかったらやばいあ、あるだって大石正義、加藤純一だって恥ずかしかった恥ずかしい恥ずかしい申し訳ないドラゴンドラゴン歌手名加藤純一と出るんだどこどこ出たぞどこどこ本当だ俺一回でもお姉ちゃんがいるバーに行ったらドラゴンエネルギーだねなんかすげえのか会計で怖いからみたいな一回あったからじゃあ最初は俺の最初はみんなに歌ってもらえる俺がやったらおいけるいやでもちょっとシャウトちょっとかましてほしいオッケーオッケー今日完成するからこれ貴重なやったー説明しよう大石監督の見方がそうなんだよおいしかったおいしかったおいしかったネットで最も覚えていないまでで今までない音楽バラエティ番組だここは決めよここはしっかりなここは絶対しっかりやるからいやいやいやもう安心する We are the people We are the people 短っ見ながら君もダンスGoodbye!
そうですね。締めましょうか。最後何しようか。まあベタな曲とか。ベタベタが行きたいね。あと時間的には2曲分ぐらいの。最後は何ですか。1曲で次で最後なって言ってるんだよ。何の。ブレッカー。いやいやいや。ちょっとねめっちゃコメントが来てますよ。なかなかやっぱね結婚式のいろんな曲だった。あ、1個ね結婚式。待って待って当たり前だけど俺ポリンちゃんいけるから。一応加藤さんいけるんでやっぱり。俺見てたから知ってますけど、行けてたから一応いつでも準備めちゃくちゃビールいってます俺もえ、もしじゃ あちょっとミニサイズで行きます。え、嘘やマジ。ちょっと最後に何入れるか考えておきましょう。その間に、はい、あ、そう最後ちょっとコメントでコメントで決めるわ。あ、目指せポケモンマスターね。あー、でもマジで全国民知ってんだとスマップとかなっちゃうじゃない。うーん、確かにそうっすね、そうっすね。でもジャパリパークもいいかも。ジャパリパークもいいかも。ジャパリパーク全然いいじゃん。ジャパリパークでいいの逆に。誰も出ない。大井さんが誰も出ない。俺はもういいよ負担がになっちゃう。いや、みんなで歌うでしょ。全員に歌います。俺歌わずに決断したから。負担一番でかいっす。じゃあ負担が一番でかい。ジャパリパークで締めよ。負担がでかすぎる、本当に。マジ？マイクある、マイクある。今君が強いと思う鳴らしていたとしても、うまっ、呼ばれても聞こえない。全部豪華すぎる。ちょっと本当にこちら本人が本人が聞いちゃう、聞いちゃう。消えると君は、めっちゃビールの気持ちの方がいけるんだ。うわっ、カットコムだ。マジ？ちょっと俺の目嫌いにならないでくれ。
やばーやばい、すげー、これはもうお金を払わなあかんぐらいな。そうですよ。いやー、俺もだ。すごかった。ちょっとじゃあ。かぼそ高かったな。いや、難しすぎてマジで歌えない。ちょっとじゃあね、もう皆さん長らくお付き合いになりましたが、次。あっという間でした。あっという間だったっすね。あれ、そんな時間なんだね。もうそうなんですよ。早いわ。酒うまいな。歌いながらも酒うまいな。ジャパリパークで決めますか。鬼かかーですよ。締めさせてください。ないな。これ僕半年前にツイッチバンになった。ダメです、はい、因縁の曲ではある。因縁の曲、今日は出さずにしっかり。なんだ、ランダムだからね。でもねダメダメ、サビでも衝動にしてる。ダメダメ、スイッチの人はもうこうやってこないと監視してマウスを、マウスをもう行くぞみたいになったら怖いから。なんかそのツイッチの OK とかバンとかをアメリカでやってて、うん、日本の担当の人に、うん、大丈夫でしたって言ったら NO! って来たんですよ。一言だったでしょ。 NO! マジかいな。めっちゃ怒ってるんだぞ。一言だけ拒否だ。 NO! だけ NO! だ。3日間ちゃんと禁止してました、その間。じゃあ入れますか、最後に。ちょっとじゃあジャパリパーク、まあ、あー出ねえですよ、こんな飲んだら。確かにそうですね。でも最後にぴったりじゃないですか。なんか最後ぴったり。確かに。あれ、ようこそ。ようこそだ、うん、おいでよって言ってた。動物の森さん。酔っ払っちゃって。どのちゃんのメス。あ、いい。こう、そう、ね、そう。本人はダメだね。本人は OK。 本人は生歌とライブから OK だね。アニメ映像も一応 OK らしいです。本人ご紹介オーケーです。行きましょう。ダメだったら行ってください。オッケーですね。え、これ俺から言っていいの、これ。行こうよ。生音だ。俺はそうでしょ。じゃあ。これ生音。これやばい。これやばい。これダメ。いや、こう、わかんねえ。失礼しました。これが多分大丈夫。あ、よかった。これ行ける。ありがとうございます。うわぁ。いやぁ。うわぁ。これマジで出ない。むずいしな。Welcome to your nostalgia Jabba, 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 Jabba
誰も歌えないっていう大石さん以外に誰も歌えない高すぎるって女性が歌ってるからいやもう高いわよかったマジでケツ出せちょっとねランナちょっと良かったですよ全部終わるとこだったそう結構危なかった背中普通に気持ちいいんだけどこっち側も肌だけ見えてましたもんだんだん背中は見えてましたからねさあ皆さん何時間ですか2時間3時間3時間ぐらいそんな歌ってたんだありがとう楽しかった、こちらこそ いいクリスマスだじゃあ、また来年の2日になるほど、なるほど元気でお会いできることを信じてそうですね今日のこの宴をね、締めさせてもらいます楽しかった楽しかったっすありがとうございました